てくるはずだったんですけど、ここの天板腐ってるんじゃないですか。いろいろご迷惑をかけたので一言お詫びをと思って。そういえば随分立派な建物にいますけど、これから何かあるんですか。知ってますよ。これが東進大会ですか。思ったより大きな建物ですね。そんな大変な戦いに参加してたんですね。鈴谷、あなたの勇気に感服です。頑張ってくださいね。応援してます。あ、でもガジさんと対戦するんですよね。どっちを応援しようかな。嘘ですよ。鈴谷はあなたを応援するつもりですから。だって鈴谷はずっと鈴谷に優しくしてくれたあなた一筋なんですから。おっと、長居してしまいました。それではこれにて。あ、天井から落ちた時にすりむいたみたいです。でしたらこれを使ってください。また洗って返します。はい。それでは準々決勝第4試合を行います。もはや誰にもまぐれとは言わせない、快進撃を続ける若き剣士。対するは遥か東の国ジャパン国からやってきた孤高の侍、ガジギジュ君。済んだ良い目をしているな。ヒデには感謝している。自分が辛い時誰かへ手を差し伸べられる者はそういない。いや、そんなことはない。どれだけ感謝しても足りないくらいだ。しかし、ここから先は真剣勝負。どちらが勝っても恨むことなし。行くぞ。雫姫のため、勝たせていただく。それでは、試合開始です。こんなところで負けるわけにはいかぬのだ。自分にコツある。お互い間合いを伺っているようです。ガエルクのこと。肉を切らせて骨を断つ。ここからが正念場。両者の睨み合いが続いています。
しかしまだ勝負は分からない。火走りの剣その技は拙者の技に対応するとはさすがまさかこの拙者が戦いに心を躍らせるとはこの時だけは全てのしがらみを捨て一人の武人として秘伝と剣を交えよう。甘いわ。楽しいな。しかし、悔いはない。決まった。試合終了です。見事改めてこうして二人で座っているとなんだか照れますね。ところでつかぬことをお聞きしますが、お腹は空いておりませんでしょうか。私お料理を振る舞おうと思うのですが、よろしいでしょうか。幸いこの部屋には一通りの食材と調理器具もあるようですので。いえ、勝者をもてなすのが敗者のパートナーの務め。しっかりと務めを果たさねばガジに叱られてしまいそうですから。はい、腕によりをかけて作らせていただきますね。目でも味でも楽しめる、それがジャパンの料理なのです。それではどうぞ召し上がってください。よかった、喜んでいただけたようで何よりです。そうですね、ガジのために尽くす。これ以上の喜びはどんなに考えても思いつきません。あら、あらあら、もしかして
してあなたにも思いを寄せている方がいらっしゃるのですか。女の子はそのような話に弱いのです。それでお相手はどのような方なのですか。ここだけの秘密にしておきますから、お願いします。そうおっしゃらずに、お願いですから。どうか、どうか、あなたの恋の話をお聞かせくださいませ。穴があれば入ってしまいたい。はあ、どこを見ていらっしゃるのですか。はあ、いけません。顔から湯気が出てしまいそうです。ごとく怒るでしょう。今すぐ帯を直しますので向こうを向いていてください。早く直してしまわないと。帯をこうして、手伝ってくれる人がいれば助かるのですが。ガジが知ったらどうなることか。あの、帯を直せましたら恋のお話聞かせてくださいますよね。では今度こそあちらを向いていてくださいね。これくらいの着崩れでしたら一人でも平気ですよ。恋のお話楽しみです。お友達と楽しい時間を過ごすというのはこういうことなんでしょうね。大変楽しく過ごせました。ありがとうございます。急に辺りが暗く、これは私の親愛の気持ちが伝わっていくんですね。父母に対する気持ちとも家事に対する気持ちとも違う。これが
友を思う気持ち。不思議な経験でした。でもあなたのことを少し理解できたように思います。では私は後片付けがありますので先にお帰りください。私にやらせてください。お友達のために何かしたい気分なのです。あのどうかご分を。